me Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. Hi.皆様こんにちは、リビングリッシュ始めていきましょう、リビングリッシュとは住むというリブ英語のイングリッシュを合わせた造語で日本で唯一の住み込み型英会話スクール大阪イングシャープの代表私渡辺秀和といいですねがお届けする番組です。はい、ということで How are you? I'm good. How about you? Hot day. I'm barely survivingSurviving for what? Too hot? Yeah. Japanese summer. Yeah. Surviving. A lot of people just say they hate Japanese summer. It's so much. I mean, like, I don't want to come here. It's hot, really. How about you? What have you been up to? Yeah, how about it? Well, but it's a lot of fun. A lot of hot weather. A lot of rain, rainまあ、あるし地震もあったしね、ヤマタ地震すごかったけど、その後の地震で書き消されましたもんね。yeah, right. ね、なかなかうちもひどいダメージで。ね、But I heard you're going to Korea, right? あ、そうそう、今週ね、韓国、釜山に日帰りで行ってきます。Why?いや、なんかたまたま話してて、海外日帰りっておもろないっていう話になって、で、その時話してた友達が、あ、それめっちゃ行きたいって、で、土曜日に会った友達と、また月曜日アポ取って、で、日曜日日帰りで行って、昨日何してたんって聞かれたり、ちょっと韓国日帰りでって言いたいわと思って言い出してそれでネットでパッとチケット見たら結構安かったんで行こうってなってそんな安易でええんかと思って One day trip is about how much? 往復で釜山までね一人何だったかな、行きが5000円ぐらいで帰りが1万円ぐらいやったんで、1万5000円、往復1万5000円だから、あ、5000円で帰り一泊とかしたらもうちょっと安くなったんやけど日帰りっていう条件なんで最終の便なんてやったら向こう夕方の6時ぐらいの便で帰ってきたらちょうど1万円ぐらいになってまあしゃあないなもう1万5000円やったらええやろっていうことで1万あ、全然安い、全然安い。But it's a bit tiring, isn't it? You have to go all the way to Kansai Airport, and then you have to take the plane to Korea, and then how many hours? いや、一応ね、6時半の関空行きのリムジンバス平方から出てて、それが2時間でしょ？1時間半。今ね、いっぱいで予約、電話で予約して、予約番号取らないといけない。また1日程度で。まあまあ、関空から釜山まで。Nice! And you can eat a lot of Korean food. まあまあ、そんなそんなで、今回も最後までお楽しみください。Yes. はい。それではですね、今回もですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなということで、TBS のネイティブな英語のレッスン練習しながら楽しんでください。はい。では、早速ですね、ゲストをご紹介しましょう。KC さんから、船越さん、はい、ご紹介をお願いします。はい、ハロー、アニメ、タケロ、船越、Everyday to hot, but I can't wait this summer, because I will go to the beach swimming.、I will introduce you today's guest.She is a fabulous smart lady. She is very active at AEC. Her name is Shira Yanagi. Hi, Shira Yanagi-san. Hello. It's very nice to meet you. I'm Hiroko Shira Yanagi. Thank you for giving me this opportunity. I'm very happy to talk with you. I have been working for KC for 19 years.I used to work as an instructor of personal computers at KC. Now I'm doing event planning and public relations at KC. My blog type is B, and I love soy milk and blueberry vinegar. Thank you so much. Yeah, 素晴らしい。Yes, very
ないね。軽く日本語でもなんて言ったか教えてあげてください。はい、まず私は白柳ひろこと言います。今日のこの機会をいただけて、すごく喜んでます。はい、皆さんと話してきて嬉しいです。私は KC で、金属メンズ19年です。すごいですね。で、はい。で、あとその、もともとの仕事は、パソコンのインストラクターをメインにした。今は、企画、イベント企画とか、はい、企業に向けた、ような動きをしています。血液型は B 型。はい、で、好きな建物というか、今撮っているものは、豆乳に、うん、ブルーベリーのお酢を、うん、混ぜて飲むドリンク。健康ドリンクみたいな。健康ドリンク、なんかヨーグルトドリンクみたいになって、はい、すごく美味しい。ごチャレンジしてみてください。ぜひぜひ。ソイミルク、炭酸、はい、ブルーベリー、ウィネガー、はい、ビネガー、ビネガー、ベリーの酢が、違うね。ビネガー、はい、はい、はじめに。ハンドアイス、はい、アイス、はい、はい、混ざっメクシーはい、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 そうね、夏のドリンクっぽいですね、数学聞いてたらね、なるほど、ではではですね、白柳さん、いいですか、英語で質問しますので、はい、英語でもいいですし、日本語でもいいですし、その他の言語でもいいのでお答えください。はい、じゃあ、いいですね、よろしく。 OK, so in the world so far, where have you been?はい、どこに行ったことありますかと。はい、はい、世界。あ、私は今までフィジーのマナ島と、はい、ハワイと、はい、バリ島、はい、香港、マカオに、はい、友人と遊びに来ました。素晴らしい、はい、その中でも特に今日のお話にしたいというのが、はいはいはい、今日はぜひフィジーのマナ島の話をさせていただきたいと思います。マナ島って聞かないですね。フィジーといえば、ね、そうですね、スバっていう首都があるね。はい、フィジー本島というね。はい、はい、なるほど。そこからどうやって行くの？マナ島まで。マナ島までは小型のセスナ機に、空港で乗り換えて、うん、で小さな小型機。同じ飛行場なの？あ、同じ飛行場でした。フィジーの国際飛行場に着いて、はい、そこからドメスティックに行って、国内の乗り換え口があって、うん、でそこでその、どんな経緯が、乗り換えの経緯、乗り換えの時にはジャンボは結構降りてきてちゃんとしたところですね。あ、そうですね。でそこからちょっと、まあ多分少し建物が違うあ、別の建物で、はい、ここまで歩いてきます。歩いてきます。歩いてきます。で、ここでその国内線のところで体重計と機内かかり体重計が、はい、荷物とか、あ、そしたら一回ジャンボから荷物ピックアップして、入国して、はい、その後乗り換え、国内線に乗り換えて、でまた荷物を運んで、で小型機に乗って、小型機まで歩いていくの。あ、小型機まで、あ、歩いていきました。荷物のチェックインとかなしで、あ、それも、あ、それは持って行ってもらったと思います。あ、なるほど。荷物はチェックインして、はい、はい、チェックインして、でそれで、自分たちで歩いて小型のセスナ機のはしごカンカンカンと乗って、結構急でしょ、はい、狭いです、海の中の。なるほど、そうやってマナ島で、大体どれぐらいの時間、時間としては20分ぐらい、短いです、もう近い、はい、まあまあ、はい、そんなに、でも、フィジー自体、そうなんです、ないので、はい、はい、わかりました、じゃあ、いいですか。Okay, so do you have any unforgettable experience? はい、いつも聞いてる、unforgettable experience、はい、忘れられない経験。あ、はい、はい、フィジーの、またマナ島の話になるんですけど、その当時友人がダイビングが好きで、はい、私はダイビングはしてなかったんですけど、泳いだりするので、シノーケリングみたいなね、はい、はい、好きで、で、マナ島から小さな船を乗ってシノーケリングをしながら、サンドバンクっていうその海流と海流がぶつかるところにこう砂が溜まって小さな小島ができるんですよ。自然に、はい、自然のサンドバンク、サンドバンク、はい、砂のなんかこう小さな塊なんですけど、はい、サンドバンク、はい、
て、なんかあれですよね、見た感じすごく、はい、自然のこう雄大さというか、はい、すげえなーみたいな感じですね。そのままもう砂は本当に大事なんです。これは潮の満ち引き、サイズはいつもあるあるみたいです。はい、多分こう、海流が砂を運んできて、はい、運んできて、で、そこに、で、もまえがもう本当に見えて、あの、印象ですね。あとは、あの、途中シノキリングをしてるときに、このサンゴ礁を入れるスポットがあって、はい、そのサンゴ礁のヒレね、はい、を泳ぎながら見ると、その途中までサンゴ礁があって、そこを越えるともう海の奥底まで見えるポイントがあって、絶壁みたいな、本当に絶壁です。で、本当に海の底がすごく見えて、あの非常にあの怖い、うん、急に真っ暗になるみたいな、真っ青やったんだ、すごくサンゴ礁綺麗だなと思って、そのまま泳いでいくと途中からも下まで、水温とかもあるんですか？あります。ちょっとなんか引っ張られることはないですけど、気持ち的にその怖さがすぐにこう戻るような。怖いな。はい。でもそういう経験は日本ではなんかできないから、なんかあのすごく印象的でした。皆さんにまた見て、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあいいです。Okay, so were there any troubles during your trip? はい、トラブルなんか。ありました。マナコから帰るときに、はい、あのまた小型のセスナに乗って帰るんですけれど、はいはい、急いでいたので、この階段、飛行機を乗る飛行機の入り口に頭をぶつけまして、はい、で、だんだん痛くなってきて、帰り、あの本当フィジー島から日本に帰るときの飛行機の中でジャンボに乗って、はい、どんどん頭が痛くなって、うん、あのかっこいいイケメンの知恵さんに氷をもらって冷やしながら、一人で頭にこう氷を乗せて帰ってきました。気圧の変化もあるんですかね。はい、ちょっと怖かったです。頭大丈夫。まあ痛いのは覚えてますよね。なかなかね。綺麗なのと痛いのを覚えてるかな。いや面白いな。でもなかなかマナトー行くことないですもんね。そうですね。なので、まあ、ちょっとあの時間もちょっと遠いじゃないですか。ハワイも遠いし、はい、時間もかかるし、はい、費用も、まあ、その時間よりも費用かかるけれども、はい、なんか機会があれば行っていただきたいなと思います。なるほど。いや、行きたいね。ね、どこでも行きたいよ。ね、なるほど。いやいや、マナトー情報もっと欲しいですけど、ちょっともう時間も押してもらってます。今日はなんかすごくあのなんていうかな、面白いお知らせがあるんですよね。はい。はい。はい、私たち KC 教育グループでは、11月23日の勤労感謝の日に、はい、体験型の学びイベント、ワクワク学びフェスタを、開催いたします。このイベントは大人も子どももファミリーも全ての方が新しい学びを作り出せるように、スクール様や、他の企業様と提携して実施いたします。内容は、様々ありまして、またあのホームページが近々出来上がりますので、KEC の教育グループのホームページからワクワク学びフェスタの、ホームページ、もしくはあの KEC の各校にチラシがまた8月中旬に置かれますので、ぜひ皆さん見ていただいて、11月23日は KEC の、ワクワク学びフェスタにぜひお越しください。お待ちしております。はい、ぜひぜひ行きましょう。今日去年引き続きですよね。そうですね、第2回目ということで、第2回目、はい、去年はあの800名大盛況で、大盛況でおかげさまで、はい、今年はもっと、はい、イベントコンテンツも増えまして、はい、あの皆さんに楽しんでいただけるかと思います。いいですね、はい、ぜひぜひ、はい、はい、行ってみましょう。待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでいいです。最後締めちゃってください。 If you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you, goodbye! はい、goodbye! ありがとうございます。